す、待って <laughs>。はあ。いつぶりだよ。夢の波、配信ぶりかな。一ヶ月。一ヶ月弱ぐらいぶりの。配信です <laughs>。はあ、きゃて、緊張する <laughs>。どうしよう <laughs>。よいしょ。ちょっと。人が。人が。 集まったらというか、ちょっとねご報告がしようかなと思います。ごめんありがとうございます。あ、<laughs> ドキドキしちゃっ,ってマスクが前髪が動いちゃう。待ってこれどういうどうやってコメントなんだっけ。どうやってコメントなんだっけ <laughs> これ。 いる探そうさっきまでユなことね電話してたあっほんとだいるわ <laughs> さっきユなこと電話してたいやああ、そうですあの私ですね社会人になりました <laughs> 社会人になってもう20日経っちゃったんですけどはじめまして 社会人です<ふう> <laughs> 緊張する待って <laughs> やだーやだー皆さんこんばんは <laughs> いやちょっと待って <laughs> 最近ね早寝早起きを極めている佐賀美夢でございます <laughs> いやーいやー本当に緊張しすぎわかる <laughs> 緊張する。あどうしようこんなに緊張する気じゃるってすごいね手震えてるのさっきから見てあ見えないかなやだちょっと待ってやだ <laughs> なんかちょっと物々みたいになっちゃった というか報告というかお知らせというかがあるんだけどいつしようかなと思って <laughs> いやーちょっと待ってどうしましょうえ <laughs> さマスクでさ息がこっちに行くからさ前髪がパカパカするドキドキ <laughs> いつしようかな 千人超えたあ確かに人数でやろうかな 2>, <laughs> 2期生合格した時で緊張してるそうかもしれないそ来 <laughs> 久しぶりにやるとさすごい上がっちゃうんだよねいやーいやー <laughs> 緊張するな本当にでも うーん、まあ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 。変わりかなんだろうな。たぶん、うーん、うん、うん、うん。帰り4位嘘え、これ本物の帰りなのわかんない。いや、緊張するな。本物 <laughs> でちょっとそんなにそんなにねあれかもしれない <laughs> <laughs> うん <laughs> そんなに大層な話ではないかもしれないかなちょっとね <laughs> パカカありがとうございます,これ今日パカすん うん。なん、うん。<laughs> ちょっと、ちょっとね。なん、うん。まあ、まあまあまあ。まあまあまあ。え、これさ、本当に夢さ、これ、今夢見てるみたい。なんか、<laughs> 本当にショールームしてんのかな、夢。ふふふあ,あ、りがとうございます。夢もいる嘘やっほー。 ちょっと、分かんなかった。見つけられん。ありがとう <laughs>。夢見てるみたい、ちょっと。ショールーム、お久しぶりすぎて。いやーいつ、え、いつ発表しようえ、どうしようえ、九時10分とかでいいかな。<laughs> できた。せ <laughs> んじゃ、うんどうしよう、うん <laughs> ああったまりありがとうそうたまりありがとうございますありがとうまだまだ何も言ってない待って何も言ってないありがとうありがとうございますまだ何も言ってないありがとうありがとうございますあ、ありがとうございますいやー いや、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 いや,や。え、九 <laughs> 時、九時十分にします。あと二分。あ、緊張するな。<laughs> あ、待って、くも、まありがとうございます。まだ何も言ってないんだけど、やめます。<laughs> まだ、やめ、何も終わってない。くも、まありがとう。ありがとうございます。皆さん。 ちょっとみんな察してきたかな <laughs> みんな察してきたかな近況報告近況報告さいえ待って最近ね最近は映画を見てますずっとお家にいる 近況さ <laughs> してるえ <laughs> 無人島じゃあ、そうですね今あれですねあれが欲しいんだけどね集まっちゃいたいんだけどまだね、集まれない <laughs> そろそろね島の 島の住民が言いたいんだけど。あと、三十秒。<laughs> ってこれ何,何の時間。え、どうします。この、このさ報告、報告というか、お知らせがさ。集まり始めることにしましたみたいな感じだったら <laughs>。ずっこけじゃない。くまに。 え、ちょっと <laughs> ちょっと<笑><笑>あ、九十分になっちゃったちょっと,ょっとあ、緊張するな待って、取れた、取れ,取れた取れちゃった取れちゃった、ごめんあ、待って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  ごめんなさいはいはいえっと <laughs> 緊張する <laughs> えっと私は <laughs> 私はえっとですね NGT に入ってから2年が経ったんですけどあ経ってないもうすぐね2年。 立つんですけどこの度 <laughs> この度皆さんに <laughs> ご報告があります <laughs> はい<笑><笑>っ待って <laughs> はい <laughs> はい、はい、この度 私は、見 <laughs> てこれさ、ちょっと待って。あ <laughs> いくよいくよいくよみんな。待ってィク立ちちゃった <laughs>。はい。この度、強制が終わりました。<laughs> 待ってこれ、でも、は、恥ずかしいな。急に、急に見せるの恥ずかしい。<laughs> いや緊張したああ、緊張したあしたあ、ちょっと待って。緊張したからもう一回つけとこう。あ、なんかケーキありがとうございます。ちょっと、恥ずかしいからつけど。ああ、待って、なんかありがとうございます。何これ桜ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、めっちゃ緊張したんだけど。危ない,危ない,危,ない危ない、危ない、危ない。やいや,ーいやー 恥ずかしい恥ずかしいいやーごめんなさい。あみんなありがとう多分ありがとうございます。いやーちょっと待ってあ緊張したうんちょっとね、ドッキリドッキリというか、ドッキリをしね、しようと思って、ちょっと、そういう発表風にしてみたんだけど。<laughs> くまありがとうございますあ緊張したうん待って、恥ずかしいな。 本当に、恥ずかしいな。くま、ありがとう。とうとうもありがとう。<laughs> ちょっと待って、恥ずかしい。え、本当にさ、恥ずかしい。なんかね。あ、待って、はい。はい。<laughs> っ待って。待って。恥ずかしい待って恥ずかしいちょっと待って見ないで台本見ないでうん、うん。ん、ん。待ってカりリがさ、カりリがさ、今 LINE 来たんだけどさ、 やめちゃうかと思って泣いたって言われたごめん <laughs> でもねちょっとねちょっとねちょっとねドッキリ <laughs> プチドッキリ <laughs> いやそうちょっとだってこれぎこちない <laughs> なんか恥ずかしい <laughs> ちょっとねあのうんはあはくまありがとうございます えっとねこのちょっとそれもできてなかった理由がちょっと強制のね関係ではいはい <laughs> 恥ずかしい本当に恥ずかしい可愛い,いありがとうはあひなちゃんもいる待ってこれ待って今、もしかしたらみんなのことみんなのことを騙しちゃってたかもしれないごめんみんなこんな個人的なことで。 <laughs> な,なんかなんかまだね変な感じがする強制術なといってたからあっ何これありがとうございますがんまだありがとうね初めて見たありがとうはぁうんもってもありがとうございますうん恥ずかしい本当に恥ずかしいちょっと待って緊張するはあ <laughs> あ,あ <laughs>、はあ、ちょっと <laughs> ちょっと,ょっとは本当に恥ずかしいあの本当にさご心配をおかけしてしまってあのこのなんだ2週間ぐらいかなあの配信できてなかったから「姉ちゃん姉、えー、ちゃん大丈夫?」って言われてたんだけど。 はい。矯 <laughs> 正の関係でした。すみません。皆さん。心配した。ごめんなさい。夢ね。いつから矯正してたの。ちょうど丸三年かな。高校一年生の。六月とかから。矯正をつけてですね。こう、そのつい先日。矯正、どっちが取れまして。 今はねリテーナーっていうものをつけてるんですけどそれ取り外し可能なものなのでショールームの時とかお仕事の時は取って活動しようかなって思ってるんですけどそれがまだあとあと数年つけるって感じなんですけどはあ緊張したそう,そうちょっとこ園でもつけてそうなんですあれはね取れない。 んですよ今までつけてたのはまだ撮れないからねえカエリが動画送ってきたんだけどこれ何今 <laughs> <夢>の <laughs> 今のショールームの画面のに送ってきたんだけどそうそれでだから今まで生写真とかもなんですけどずっと強制装置をつけててイヤリング反対よく <laughs> 見ちゃう <laughs>、はい、いやー緊張した皆さん緊張した うん。あ <laughs>、はあ、緊張した。うん、本当にね。感動してね、最近ずっと鏡見てる。はた、ありがとうございます。ね、急にさ、取れたら、皆さんは。どう思われるんだろうと思っう。あの、もしかしたら、矯正が好きな。矯正、なん、なんだ、なちょっと言い方、わかんないけど、矯正。 強制がなっ今日なっ共が好きな方もまあいらっしゃるじゃないですかそういう方々に申し訳ないなと思いながらこの数週間を過ごしておりました <laughs> ちょっとなんて言えるか分かんないけど <laughs> ごめんなさいごめんなさいね <laughs> でもでも多くの方は喜んでくださるのかなって思うんですけど滑舌とか良くなったらどうですかでもあんまり変わらないかもしれない可 <laughs> 愛かわいいありがとうは <laughs> あー緊張したもう今まだ緊張してる頑張ってありがとうございますうん当に先生のお医者さんのおかげですね生活的には楽になるのかなもう本当にもう本当に本当にあの歯に歯にちょっと待ってなんかめっちゃゲな話しちゃうんだけど歯に物が挟まらない めっちゃさ、めっちゃリアルな話っちゃうんですけどはそう歯磨きもねめっちゃね楽になった <laughs> めっちゃリアルな話なんだけどさ <laughs> ごめんねまあ、もうでもありがとうございますそうなんかね今までねほ夢的に強制に挟まりやすい食べ物ランキング第1位がほうれん草だったんですけどほうれん草好きなんだけどあんまりね 外食外っていうか外出先でほうれん草を食べるとあのー、いつどこに挟まってるかわかんないから <laughs> ちょっとあんまりね食べれなかったんだけどこれを機にほうれん草を食べられるようになりました <laughs> 今日、今日じゃないや昨日ねほうれん草の味噌汁作った <laughs> 大丈夫かな、これこれそんなにそんなに大層な話じゃなかったかもしれないなんか図工図工だったかな <laughs> 大丈夫 <laughs> 気の気返して <laughs> えっ正直正直正直そういう発表だと思った人はーい 夢もさ、途中でさ自分何言い出すんだろうと思ってなんかもう <laughs> 自分 <laughs> 自分 <laughs> なんか自分でも話してるうちに「えこれこの流れもしかして」みたいな <laughs> 30パーぐらいでもマスクしてたからなんか今ね本当にね悩んでて配信する前にこう最初は目元だけ映して配信するかマスクして配信するかで迷ったんだけど。 あ、笑ってたから確かにでも笑っちゃううん <laughs> マスクで刺したやっぱりモバメ見た時にあそうですねさっ,さっきモバメにさお知らせがあるのでそれを見てくださいって書いたんですけど今日あのね返信 <laughs> でちょっと返 <laughs> 信でちょっとちらほら「えひろちゃん」みたいな <laughs> フフ <laughs> <えー笑>そうなのよね <laughs>。そうお前あの写真全部口閉じてた最近はもうここ数週間口を開けた写真を撮ってなかったそういうことですねもう感動感動 うんんかね夢ねちょっとねちょっとドッキリはしたかったからなんか <laughs> ドッキリしたかったからあのねドッキリをねしたくって昨日7五歩に夢さあれを何てうんだっけ将来「明日将来もやります」って投稿したじゃないですかそれをねあのさ昨日ね ちょっと昨日、ワバ目に書いたことを書こうと思ってて「ショールームやりますお知らせがあるので見に来てください!」みたいな書こうかと思ったんですけどでもちょっとさすがに24時間不安にさせちゃうのはちょっと申し訳ないかなと思ってやめました。<laughs> いやー !2 週間ぐか,かりの時に本当にもうでも1か月弱ですよね。全然ショールームしなかできなかったから。 <laughs> 似合うありがとう。そうあのねメンバーにも言ってなかったんです。なんかでも今ね一ヶ月ぐらい前からもうすぐ撮れるな一ヶ月前二ヶ月前結構前からなんかまあ四月三月四月には撮れるでしょうみたいなことを言われていてあ待って今テロップ書こうと思ってたの強制撮れましたってなんて書くばいい強制 取れました何話してたっけあそうそうそう3月4月に撮れるでしょうみたいな <laughs> 天気予報会 <laughs> んか撮れるでしょうみたいないなんか言われてたから何だろうそのー分か何だろう時期は分かってたんですよ自分で。だだからメンバーにその時、まだ まだ公演をしてたから急に急に「ゆめたん昨日まで強制つけてたのに今日あったら強制取れてた」みたいななんだろうドッキリメンバーにもしたいなみたいな思っててだけどこういう状況で公演ができなくなっててだからなんかメンバーに、ね、言うか迷ったんだけどでも別に言うことではないのかなと思ってかメンバーにもドッキリをしようと思ってだから会議もね驚いてくれたというか。 ありがとうございます私はねまだまだまだやめられませんよ。<laughs> でもこの期間を通して思うのがもうメンバーと皆さんに会えないのが辛すぎてこれこれもう何でもいつかいつか会えるからいつか会えるかなと思ってなんだろう心を持たせられてるけどこれ。 ろう <laughs> なんだ<か> <laughs> ちょっとか年来てちょっとだってもうねえ卒業しちゃったら会えなくなっちゃうじゃないですかそれ耐えられんなと思ってだから私はまだやめられないですね <laughs> みんなごめんね <laughs> いやあ 恥ずかしかったランありがとうございますうっそ恥ずかしいいやーでもう夢さあダメ無意識にねもう目から下移さないようにしちゃうのこうやってと <laughs> うとうありがとうございます そうなんか今までも今までさショールームでね笑うときいつもこうやってしゃべ笑うときでもなんか喋るときも笑うときもいつもくつ靴元隠して喋っちゃっててだからまあでもうん <laughs> それ多分癖ついちゃってると思うんですけどそういうのもねだんだん減っていくのかなと思います頑張ってありがとうございますみんな今日褒めてくれるじゃない。 <laughs> カレー食べる確かにカレーとね共生してる時ってなんかカレーとか飴とかかなカレーとかキャンディーとかを避けできるだけ避けてくださいみたいな言われててまあまあ食べてたんですけど普通に <laughs> そうこれからね心置きなく食べますねやった かいあこれね桜のイヤリングなのちょっともうもうそろそろシーズンオフになっちゃうからつけなきゃと思って <laughs> はしししたスッキリしましたま気分的にもすっきりしたし皆さんに話せて。 口,口,口元もなんかなんかねでもねもう3年ぐらいやってたから逆になれないですないのが強制をって最初に食べたもの何なんえな何だろうえな何だろう <laughs> ほうれん草かな <laughs> ほうれん草への執念 <laughs> 強制してるからリテナーのこと気になるあのさ 皆さん皆さんというか強制強制してる方にね何かといろいろお話というかできたらなぁなんて思います強制表側強制してる方って割と少ないじゃないですかメンバーさんで表ありがとうございますだから私がねお話できたらなぁと思いますけどね <laughs> いやそう,そうなんですよねほうれんそう美味しいよね経験談えっうんんだろうでも歯,歯磨きの時間が2倍 <laughs> でもね裏にねまだねついてるんですよ裏になんかだかね変な感じする今日のリップがねこれ痛みだいぶ減った減りましたねなんかなんかね引っかかっちゃうんですよなんかなんだろうこう 装置があって針金を引っ掛けるんですよ針金をこうぐるぐるするんですけど矯正ってなんかその針金がこの口の唇の口内炎みたいな感じですよね引っ掛かっちゃってなんか切れちゃうんですよ口の中がそれがね本当に痛くってだからそういうのがないのがすごく楽本はありがとうございます 年年つけてたんですか3年ちょうどちょうど3年6月高校1年生の6月に始めたのでちょうど3年ああいうのはだけどこれねそうこの間ね料理してたらねやけしちゃったんですけどでもだいぶ治ってきたので見た気になる <laughs> いやそんなそんなわけですよ <laughs> そんなわけですよっていうかでもねこれからショールームは10時以降もね配信できることになったのでまたいろんな時間に配信できたらなって思いますさあ私も 社会人なんです。皆さん、皆さんご存知ですか、私社会人なんです。<laughs> 朝五時でもいい。あのね、最近、最近すっごい早起きだから、なんかもう。おばあちゃんみたいな生活してるから。朝。うん、まあ、でも、うーん、まあ、まあ、まあ。うん、まあ。いつかね、朝配信も。 してみようかなと思うけど。でも、うん <laughs>、まあ、今期待はしないでくださいって感じです。おだありがとうございます。いた、気になる。え、すごくない。<laughs> すごくないって。 ね、16期さん16期さん,ん,なんて言えばいいんだ16えっとね何年前 ?2016 年かな4年前の16期生 AKB さんの16期生のオーディションのショールームをしてた時にはまだ強制装置を作ってなくてバッシュもまだしなくってもうもうんだろう生えてきたまんまの「は」って配信してたんですけどその頃の映像が残ってるかどうかは分からないんですけど。 その時の映像とぜひ見比べてみてくださいってあれだけどそうそれとね見比べたら本当に本当に違うの見てほしいだからあのねうん2016年からの写真を1文字ずつ並べて 編集編集トリミングなんていうの加工してな,なんかどっかに、ね、載せようかなって思ってます1か月ごとの写真とかそんなに1か月ごとの自分の写真があるか分かんないけどこの強制の強制のなんていうんですか3年間の強制の変化みたいなのをねでもね待ってでも今3年前ってめっちゃめ,めっちゃめっちゃブスなんですよね どうしよう <laughs> 乗せられないなんかああじゃないですか最近あれが流行ってたんですかアイドルが抜けた選手権あじゃないですかあのね NJT の研究生の子たちがねみんなみんなねあでも旬すぎちゃった危ない危ない危ないありがとうありがとうじゃない間違えたあ,ありがとうって何あ危ない危ない え、今、今、なんて言ってた待って待って待って、重まらない。はいはいはい。今、は、さ、い、<laughs> 今さ、今さ、これさ、このさ、なんかさ、ああ、これ今、このさ、アイフォンを落とした瞬間にさ、 緊張してるかもしれない。待って面白い。<laughs> え無理おもろ。<laughs> え今ダメだ今一人で一緒笑ってられる。あー面白いね。<laughs> あー面白い。あー最高。あみんな最高だぜ。<laughs> あー面白い。ありがとうありがとうございますこちらこそ。あー面白い。<laughs> やば。 <laughs> みんな最高うん <laughs> あ最近最近さ一人でいるからさあんまりば爆笑してなかったんだけど久しぶりに爆笑したみんなありがとう大好きあ<笑><笑>ああ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 あ 広がりのない話なんだけどさちょっと待ってありがとういつまっちゃってどうしよう面白いああ <laughs> あ,あ,あ面白いねえそう違う違うの赤抜けミ選手権をね自分も上げてみようかなと思ったんだけどなんかちょっとね昔の写真がもうブサークすぎてなんかとにかくちょっととにかくあのねオフスでちょっと載せられないなと思ってこの間メールには載せたんですけど いやあ、あー面白かったちょっとお茶、<laughs> はあ最高、うん、あ <laughs> そういう企画です確かに <laughs>、はあ、ああ、何が面白いわからないの何が面白かったんだろう今。 あ久しぶりに笑ったありがとうみんなありがとう iPhone あア iPhone 消ししたいんだよね今まだできてないんだ、ね、今日ね10時までやりますっていう予定なんだけどどう思う <laughs> いやー でもこ人一人喋りがさなんか忘れちゃった1か月ぶりでどういうふうにすればいいんだろうっていう思う緊張するなんかでもねみんなのねこのこの数週間さみんなのねショールームをね見てたんですよもういいなと思って夢も配信したいなと思って見てた 僕らのこと忘れてないの当たり前じゃないですか、ちょっとさ。そう、夢さ、思うんですけどさ、思うんですけどさ、ね、れなに思うんですけど、皆さん、お元気ですか <laughs> おかしいおかしい。んお元気ですかなんかね、ちょっとね、最近ね、返信、返信をね、がね、なんかね、なんだろう。まあ、少ない、少ないというか、少ない方が多い。<laughs> だから今のこと忘れたのかなと思ってどうどうです皆さん元気 <laughs> 元気よかった。 ほら、メール溜まってます、ほら。ほら。ほら、サボってます、ほら。いた。あら、めっちゃいる。<laughs> 変身しないと。そもそもね。ほら、もうみんな <laughs>、サボってました。ほら。言ったやん。ほら。ね。<laughs> ちょっと、リップ出る。 だからみんながさ元気ならいいんですけどうん <laughs> どうですかみなさん明日たくさん来てるかな先 <laughs> に返事します別にお忙しいなら別にいいんですよ別にさいいんですよ別にいいの <laughs> <laughs> ちょっとみんなみんなあ落としちゃったもう別にいいんですよ別に取れちゃったいやみんなわかるよ仕事忙しいですよね学校も学生さんも社会人さんも忙しいですよね わかるよ <laughs> でもね今みんなのこと心配怒ってる <laughs> ちょっとだからね元,元気って教えて <laughs> 元気って言っうんでも確かにショールームできなかった今も 悪いです。ごめんなさい。それは申し訳ない。しかもさ、ゆめね、本当にね、本当に申し訳ないなって思ったのが、昨日、昨日ね、レニアさんの誕生日の、お誕生日おめでとうございますっていうお届けを更新したんですけど、それで気づいたんですけど、ゆめホお届け更新したのは2週間ぶりだったと思って、え,え本当に申し訳ないって思って、<laughs> もっと、もっと更新してるつもりだったんですけど、もう、これは本当に大変、大変申し訳ない。 本当にごめんなさいもう <laughs> もうねもうこれはもう皆さんに合わせる顔がない本当に申し訳ないごめんなさい本当に申し訳ない <laughs> いやもっと更新してるつもりだったの自分では <laughs> いやーごめんなさい755もねあんまりちょっとあのね ごめんなさいもう,もう言い訳ができないぐらい申し訳ない返事してるつもりだったじゃあお互いお互いそういうことかなつもりあね申し訳ないうん <laughs> 本物やめちゃう嬉しいありがとうございますえ嬉しい出れるえ 最近ね7 5五をさ何,何をねと投稿しようかなって思っててもし何が何がいいと思いますかどういうことをしてほしいみたいなもしあれば本当に本当に切実に募集募集 <laughs> 切実に教えていただきたいですどうか確かに 他が見たい。面白い動画。自撮り。他のメンバーとの変顔。うん。<laughs> おやすみメあ、いいね。いい目見てね。みたいな。動画。あ、やっぱ動画いやそうですね。動画の載せ,るコン載せられるコンテンツが。あ、それもあるか。えっと、755しかないから。確かに。保存してる動画いや、あのね。聞いてほしい。動画ね。めちゃめちゃあるの。もうね。な。 何百本とかそういう単位で入って、300本とかも余裕で入ってるんです。だけど、だけど、載せられないの。ね <laughs>、何がダメかってみんな、みんなやばい。なんか、いや、もう、あの、自分も含めてなんだけど、もう、研究生って本当にね、ノリが大変よろしいんですけど、もう、もうね、みんな、もう、やばい。だ <laughs> から、載せ、 いや、まあ、うん、乗せたい気持ちはね、まあ、あもちろんね、やまやまなんですけど、まあ、あちょっとこれを乗せたらどうなるかなーっていう感じですね。チャッカの変顔が、え、ちょっと皆さんどう、どう思われましたゆめ、3月31日に変顔をね、大量放出したんですけど、ゆめ、実はあの天顔をぼかしなしで乗せるってだったんだけど、でもね、さすがにね、ぼかしを入れようって言われて。<laughs> さすがにさすぼかし入れないとちょっとファンの方倒れちゃうよみたいなね言われたからあのメンバーに「<laughs> 使っても結構ぼかし入れてもやばかったっていうだから本当にぼかし入れてよかったなって思ったんですけどいやーえあれがあれが本当に私たちの姿です私たちの真の生態ですすモテあありりががととううごござざいいまます。 ギリギリあるといやーでもさゆな子が本当に本当にゆな子がさやばいよね本当にさあのさゆめ本当にさゆな子の変顔マっちでやばいと思うんだけどあのさゆな子ってね前髪をね上げるの本当にさあ,れあのねサラがねサラの本なんていうの サラの LINE のね、ホーム画面がゆなこのね、ゆめンが載せたゆなこの変顔なんですけど、サラの、さラのプロフィールを開くたんびに爆笑しちゃう。もう、やばいよね <laughs>。でもさ、でもさ、でもね、ななみもやばいのなメンさ、ずっとね、言ってき、言ってたんです。なんかヘラリエ、左上のゆめが初日を迎えた時に、さーやと、あの、ななみと撮った、3人で撮った変顔がやばいってずっと言ってたんです。 覚えてる方いららっっっしゃるかかわないいけどずっと言ってたんですいつかいつか載せようと思いますみたいな言ってたんだけどでもね割とね載せない予定だったんですけどなんか菜々がその卒業当日になって七海の3月31日になってなんか今載せたくなってきちゃってなんかわかんないけどなんかもう,もうカメラロールにあるありと,あ,りとあらゆる七海との変顔を載せたくなってしまってめっちゃね載せちゃった。<laughs> でぼかちょっと待ってちょっと待って初知りなんだけど嘘でしょ面白いしかもさなんかさ変顔って割と割と抵抗あるじゃないですか夢夢ね割と抵抗ある方なんですけど変顔だからあんまり変顔のしせたことがないんだけどでもねななみとさあやとイナ子に変顔この写真を送ってグループにこの,この写真 載せたたら怒るみたいなめっちゃねあの遠慮がちに聞いたの「もう写真載せてもいいかな?」みたいな感じで聞いたらサやヤが「なんだっけなサやなんて言ったっけなサやヤが「はい今日待って待ってよなんだっけもう、まあ、でもめっちゃ快諾だったの本当にもう秒で既読がついて秒で返信が返ってきてあの「いいよ」みたいなもう全然全然抵抗なしで。 ななみもまなみもそうユナコに至ってはもう本当にあオッケーみたいなもうなんかなただのいつものツーショットかなみたいないつもの漏れてるツーショット載せてる時のテンションと全く同じだった本当にねみんなみんなすごい本当にすごいね研究生って,て最高だぜあみんな大丈夫弾いてない 何 <laughs> かあのさ2期のじゃんけん大会の時のなんあれどこだったんだろうなんだっけ NGT の公式インスタグラムかななんか2期の集合写真が載ったと思ったらまさかの <laughs> 2期の集合写真を載せていただいたんですで開くじゃないですかまさかの変顔のちょっとだったの <laughs> 2期全員変顔してる写真をまさかの <laughs>。 載せられていてそれのそれの時からサーヤの変顔はやばかったみたいな今でもま,でまだ今でも語り継がれてる <laughs> やあ、やばやば激やば <laughs> 研究者のせいでもい,いんすけありがとうございますなんか今どうしてもさ配信すると研究生の話しちゃうんですよね あ研究生会いたい本当に会いたいなんかもうみんなに会いたいもうメ,メンバー全員に会いたいまだ気になってしまう触っちゃう何で待って待ってまたて待って待、まね、って待って待って下って待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 って 下でいじっちゃうまた伝わって下の歯を下でいじっちゃうやったら気になるパーティーまた見たい本当に今もパーティーしたくてもう最近 DMM をさ見てますなんか過去のでもねあれなんですよね最近のパーティー公演がないですよねいぶき研究生のいぶきを感じて公演しかなくて最近の ドモリからのセカオの流れをめちゃめちゃ見たいんだけどだからもうカメラロールにあるリハの動画を見てるもう <laughs> 研究性不足すぎる神アンコールありがとうございますいやでも本当にアンコールの曲が好き。 <laughs> 待って、なんか今日片言じゃないですか今、今,今日、変だね。なんかさ、公演のアンコールの曲が好きで、君好き、君好き、大人になる前に、茶道とか、何やったっけあと、ドラドしもやったか。見どり、見守りと世界はも,もちろん、もちろんローン大好きなんですけども、研究成功やアンコールめっちゃ楽しい。ありがとうございます。みんな言う、みんなね、 研究生もみんな言うてます君好きやりたいなでも君好き踊れるかなこの間さこの間なんかもう禁断少女ですよね家で家でもうとにかく踊りたくなってしまっても一人でぶっ続けて踊ってためっちゃはいあれだラブ修行とか言い訳メイビーとかもめっちゃ めっちゃ前にやってたやつとか一人で踊ってたもう踊りたすぎるパフォーマンスをしたすぎるダンス配信考えますねけ <laughs> 前向きに前向きに検討します ドロンジェラシ見たいです。ドロンジェラシさ、い、ね、2番絶対踊れない気がする。なんかね、ドロンジェラシ幻の2番の振り付けがありました <laughs>。幻の。まあ、春フェスで、ちょうど1年前の春フェスがあったんですけど、AKB48 グループの。そ、その時に2番の振り付けをいただいて、やったんだけど、もう絶対に踊れない。もう絶対に踊れない。なんかね、え、多分もう、見たことある方の方が少ない。 と思うんですけど。なんかで双子ダンス、双子ダンスをベースにした振り付けなんですけど。もうえ覚えたりする方いるかなってぐらい。<laughs> なん、もう覚えてない。恋は二十時間、気になるものよ。他。方あ,ありがとうございます。おかしいな。 なんだっけな本当にに何だっけっていうレベル <laughs> <laughs> おかしいな本当に踊りってかさもちろん なんだろうレッスン場とかにも行けてないわけでなんか鏡のある空間に行ってなくて家なんて言うんだろうほん,なんかもうえもう本当にね踊りたすぎるんですよねダンス配信ちょっと、うん、前向きに検討します でもさもう体力があるかどうかって感じじゃないですかあの公演三か2か月ぐらいやってないからパーティー立ち位置覚えてるかなみたいなもうパーティー行きたいな昨日ね前髪切った。 夢待、待って、え、夢さん、はるえさんの時にマイク落としたんですよね。待って <laughs> え、今、え、もう、待って、今だから笑い話にはできないけど。<laughs> え、懐かしい、夢さん。もう、もう一生忘れられない、もう夢、本当に。<laughs> はい。え、でも多分、映像倉庫とかに残ってるかな。もう、あのね、 今だから話せるんですけどマイクをね落としちゃったんですよねさ本当にもう,もうシ,ョショックで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 しょうがなくてその後1ヶ月ぐらい引きずってた懐かしい皆さん是非映像倉庫で見てください「はるフェス」2期で出演させていただいて <laughs> 出演させていただいて <laughs> 言えない出演させていただいてたのでん 出て,ていただいてたのではじめまして私も矯正かなやってますどれかやってましたか3年です高校1年今ね社会人1年生なんですけど高校1年生の6月からやってましたよあと5分だそうええね 今今だからね皆さんに見てほしいいやまあうん <laughs> 本当にさやばいよねあと5分そうですみんなありがとう動いてる動いてる夢をお見せするのが久しぶりだったからあー緊張したね次いつ配信するのちょっと全然考えてないんですよね <laughs> 何がいいかな。ああ、待って、強制の話、今度しすよう。あ <laughs>。ありがとうございました。また七分後に。あ、今、さい、さ、さ、さ。あのさ、今、あれですよね。お邪魔しもリレーが流行ってる。ですよね。 流行ってるから、私も便乗して。乗せようかなーなんて思ってます。そう、今までさ。歯をね、映せなかったから。お邪魔しもりでも。参加できてなかったんだけど。お邪魔しもりでも。しちゃうかな。もてはありがとうございます。いいえ、見てね、え、も始め、いいかもしれない。<laughs> みんなに言わせる。 待っててもう本当にさお待たせしてしまってありがとうございます間違えた間違えたお待たせしてしまってすみませんでした待っててくださってありがとうございますって言いたかったこれさあれですよね10時になっても勝手に消えないやつだ番番番も分送ります めっちゃメールを送ることにはまるはまるはまってる。あ待ってあださんあださんふの歯をいじってしまうもうダメだこれ。<laughs> あ返信しますお待ちしてます皆さんでも今日皆さんが元気なこと知られ知れたので良かったです皆さんお仕事学校部活家事育児その他諸々頑張ってください。 <laughs> でも本当に随分触っちゃうどうどしようこの癖ダメだこの癖多分また3年ぐらい続いちゃうこの下の歯いじっちゃう癖 <laughs> じゃあまたまた近々うん分かんないけどまた配信しようと思います全然予定を立ててなかったからさあれなんですけど皆さん何時が見やすいですか 多分これぐらいの時間が見やすいかなっていう感じだったんですけどこの間メールでアンケートを取ったらだからまたあでも、まあうん、朝配信も、まうん、前向きにけん、うん、考えていこうかなって思います <laughs> 朝5時、うん、<laughs> このぐらい,がいいいがありがとうございましたもう本当に緊張した皆さんも緊張 皆さんの方があやかんな時々したかなごめんねみんなみんな待たせたな <laughs> 待ってくれてた十五十四十三回かありがとうございましたおやすみなさいいい夢見てねおつしまーおやすなのみーいい夢見てね <laughs> これどうやって終わるんだっけ あ、終わっちゃった。終わっちゃったじゃない？10時になっちゃったえ。どうやって終わるんだっけ？今さまだほんバイバーイ <laughs> 仕方忘れちゃった。ありがとうございました。また配信しますね。次は笑い方の勉強してきます。バイバーイ。